テレ防災ラボです。 午後になって、天気が急に変わってきまして、はい、まあ、あの、予想はしていたんですけれども、うん、雪が降り出しております。えー、また雪です。はい、今夜どれぐらい降り積もるのか、あの、具体的な量的なところをですね、詳しくお伝えをしたいのと。はい、やっぱり、もう、最近、路面の凍結がね。もう、毎日歩きづらいですね。バスは来ないし、はい、自転車で行けるか、行けないかっていう判断で。うんはい、これだけ、朝のですね、予報が重要なことってないと思いますので、お伝えします。はい、そして、どうも、来週から、天気の流れが変わり。 そう、変わりそう。はい、暖かくなるんだけど、大雪警戒って一体どういうことなのか。うんま、か一体どういうことなのかということもお伝えをしたいと思います。まずは皆さんからいただいた。なんかちょっと嬉しいっていうか、ほっとするところからいこうかな。はいはい、春の話題です。<お>今日は二十四日の一つ、大切ですけれども。はいえー、南相馬、青空に入る勾配が結構咲いてますて。ね、光の春ですから、はい、昼の時間長くなってるんで。うん、花々は、あの、こうやって、あの、光に。 結構反応してるということですね落としますでも寒いのだっていうのがスズメちゃんでも可愛らしいですねね、ブーこうね空気を送り込んでちょっとね羽を大きくしてあったかそうあったかそうですよねそしてこの絵だけ見るとあったかそうなんですが西郷村の茶臼岳午前中はこんなに雪山がきれいに見えたんだけれども午後になってからほら伊豆でこれだけボサボサと降り始めてきたということなんですね一変しました一変しました でこちらも一変しております、今の福島の様子をご覧ください、これ、今ですよ、結構降ってます、ね、降ってますね、福島市内。 礼、えー、さんから、ちょっとの間に雪が結構降ってきて、はい、あの水分が含んだ雪ということなんですが、うん、ほら、気温が0.6度なんで、プラスなんですよ、はい、だから、粉雪じゃなくて、ぼさぼさとした、ちょっと粒の大きな雪ですね、べ、はい、ちゃうそうっとした雪です、ただ、この後気温が下がってくるんで、えー、より降り積もりやすくなると思います、はい、え前の3時間前とです、ね、比較すると、福島で新たに3センチ降り積もりました、はいえー、福テレの独自観測、郡山でも1センチ観測しています。 じゃあその郡山、今どうななのか氷山ほら降ってないんです先ほどまで西部の工業団地で大雪で5センチ程度だったんですけれども、はい、今は上がってるんです、<ー>あれ、福島降ってて、郡山降ってないって、一体どういうこと、はい、と思うかもしれませんので、それは雪雲の分布で説明したいと思います。はい、え雪雲の分布今の分分布布今がこれですほら 郡、ね、山、ないんですよ、はい、ちょうど山形の方から福島にかけてこう活発な雪雲のラインがかかってます、はい、ただこのまま郡山にかからないわけじゃなくて、ちょっと東西、西に行ったり東に行ったりして、<ー>この雪雲、触れますので、郡、はい、山、まだ雪が降ると思ってください、はい、皆さん。で、この後の予想なんですけども、このね、雲の帯が結構しつこいんですよ。はい、8時、9時、10時9 10 ずっとかかるの長い間るす、ね、長い間この雪雲、居座りますから、つまり、ですね、うん、こうなります、ポイントはこちら、はいえー、明日の午前1時ごろまで中通り北部、中部の雪は続きます、はいえー、中通りの南部は今夜9時ごろまで、会津、うん、盆地は今日午後11時ごろまで、会津山沿いは降り続きます。 気になる雪の量なんですけれども、はい、こういうふうに作りました、えー、ご覧のように福島8センチぐらいまで行くんじゃないか、うん、あのね、こういう雪って局地的な降り方だから、はい、予想降雪量、難しいんですけれども、うんえー、今夜も降り積もるということになります、はい、でそこで心配なのが、この降った雪があしたの朝、どうなるか、はい、ここが一番気になる、バスが来るのか来ないのか、自転車乗れるのか。はい 凍結しますあしかも広範囲ですね広範囲でガチガチになります、はいえー、ですからもう明日朝は渋滞覚悟ですよ、うん、早めに皆さん起きてですね早めに家を出てちょっと余裕を持って、はいえー、スタートしていただきたいと思います明日の天気です もう本当にもう雪マークを見るのも嫌になっちゃったという方もいるかもしれませんが、<laughs> 明日はあの風も強まりますので、はい、国道49号線、えー、地吹雪です、うん、それから磐越道も通行止めのリスクがありますね、えー、明日はあの今日のようなぼた雪じゃなくて、横から吹きつける横殴りの雪に変わってくる見込みです気温が低いんで、よりだから地吹雪が発生しやすい、はい、粒が細かい雪ですね。うん、そして中通りの北部です えー、夕方にわか雪が降るかもしれません、はい、であのうっすらです、ね、屋根の上に夕方降り積もる可能性があるんですけどもピークは今夜ですね、はい、だから今夜からの雪を乗り越えれば、うん、まあなんとか。 あ、あとしばらくは大丈夫かなっていう気はします。はい、えー、えー、そして中通りの南部です。とにかく気温が低いんですね、はい、えー。朝は郡山や須賀川の西部えー、例えば郡山だと大瀬だとか三保田とか、うん、えー、こういう地吹雪上州地帯は地吹雪の発生、えー、警戒していただきたいと思います。小野は日中も氷点下ですね。寒そうです。そして浜通りです。 こちらは冬晴れなんですが、北風が吹く典型的な青空寒波です、ただこの風もあさってには弱まります、週末は3週連続冬将軍、休みそうなんですけども土日休んでくれますね、土日休んでくれるんですよ、来週になるとほら、気温が上がってくるんですよ。ところがあ日までこの寒気の優勢が続いて、シベリア寒気団が強いんですけれども、来週になると弱まります、春の暖気が北上してきます。暖かくなる と思いきや、はい、冬の寒気と春の暖気がぶつかり合って、はい、低気圧が発生しやすくなる、<ら>そうするとこういう雪が降ります、これ、2014年の2月ですけれども、南岸低気圧の雪ってすごく重たくなるんですよ、はいうん、社会への影響がより大きくなります、はい、これが発生しやすくなります、目先、来週、週末、要注意だし、2>, はい、2月に入ってからも続々接近しそうででです油、ね、油断断ききなないい週間予報です。 なので寒波はですね、明日までで土日は穏やかになります。来週水曜日うっすら積もることがあるかもしれません。一個はこちら。もう嫌だ。雪かきしながら空恨み。福谷防災ラボでした。